ロバート・コールドウェルロバート・コールドウェルは、スコットランド出身のイングランド国教会の主教で、インド派遣宣教師、東洋学者、言語学者。今のタミル・ナード州で宣教した。ドラビダ語族の比較言語学の基礎を築いたことで特に、知られる。コールドウェルは、アイルランド北部、アントリム近郊のクラディに生まれた。両親は、スコットランド人であり、10歳の時に、一家は、 グラスゴーに引っ越した。コールドエルは宣教師になることを希望して、ロンドン伝道教会に入り、1837年にグラスゴー大学を卒業した後、1838年、マドラスに派遣された。コールドエルは、元長老派教会に属していたが、1841年2月にから、イングランド国教会に移って、イギリス海外福音伝道会に入会し、 同年死災に除任された。1841年にティン・ネベリに派遣され、イダイ・アングリの伝道書に半世紀にわたって住んだ。そこで、シャーナールという抑圧された貧しいカーストに布教した。コールドエルはタミル語に通じ、タミル語訳聖書や祈祷書の改訂に尽力した。1857年に、グラスゴー大学の法学博士、1874年に、 ダラム大学の名誉神学博士の学位を贈られた。1877年にはマドラスの補佐主教に性別された。アジア協会の名誉会員でもあった。1891年1月に引退して古代カーナルに移り、同年8月に没した。1856年に主張、ドラビダ、または南インド古族の比較文法を出版した。この書物によって、 ドラビダ語族の基礎が築かれた。コールドウェルは12の言語を比較している。また、各言語の古い文献についても調べられている。コールドウェルは単に言語上の関心から、ドラビダ族を立てたわけではなく、南インドのヒバラモン全般を、ドラビダ族と呼んだ。比較文法の序文にも書かれているが、それに先立つ、ティンネベリのシャーナールで主張するところによると、ヒバラモンは、 南インドに本来住んでいた人々であった。それに対してバラモンは後に、北からやってきたインドアーリア族であり、カースト制度は彼らが持ち込んだものだった。ドラビダ族は本来アーリア族と異なる宗教を持っており、コールドエルによればそれは、聖職者も聖典も持たない、低級な悪魔崇拝であったが、高級な信仰を持たないことは、キリスト教の不教には、かえって好都合であるとした。 シャーナールに属する活動家のサミュエル・サーグナーはこれに対して自分たちはもともとクシャトリアだったとしてコールドウェルを激しく批判し大騒ぎになった。他にもティルネル・ベイリに関する書物を出版している。コールドウェルがドラビダ語族を確立したことやタミル人の歴史や文化、社会を研究したことは現在のインドでも高く評価されている。 二十世紀初めのドラビダ民族主義運動にも、その影響は及んだ。九百六十八年、マドラスのマリーナビーチに、タミル語、タミル文学史上の偉人八人の銅像が建てられたが、コールドウェルはその一人だった。二0 1年、コールドウェルの記念切手が発行された。その一方、コールドウェルが、キリスト教不教の観点からしか、ドラビダ人の文化を考えられなかったこと、言語、 民族、人種、階級などをごちゃ混ぜにして語ったことなどは現在では受け入れにくい点である。ありがとうございます。